はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。小屋作り去年からやってまして、今回が8回目になると思います。前回はこの筋交いを簡易的に入れまして、おかげであまり揺れなくなりましたということで、安心して屋根の上に登れるかなという感じになります。ですので今回はこの屋根の上のですね、屋根板というのをね、貼っていきたいと思います。屋根板なんですけど、まあ、ここもまた合板を使うか、こういう無垢の台を使うかあるんですけど、私は無垢の台を使うことにしました。はい。で、まあ、こちらの材はですね、まあ、ホームセンターみたいなところで買った中国産の杉の板ですね。4メートルで1000円以下だったんで、まあ、かなり安いですね。まあ、そんなに素晴らしい材ではないと思うんですけど、まあ、屋根材といっても下地材なので、まあ、表には見えませんし、まあ、無垢の方がね、長持ちするんで、今日はこれを19枚貼っていきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。こちらが先ほど紹介した杉板になります。これが19枚ですね。まあ、ここは本当にね、道路付けが悪いところなんで、この19枚を運び入れるのはすごい大変でした。本当にね、駐車場が横にあれば、このプロジェクトはすごい楽だと思うんですけど、今日この屋根板を張ったら、次の屋根の材を、まあ、仕入れて、また運び入れてという感じになりますね。まあ、本来であれば、必要なものをカウントして、まあなんかこう、助っ人とか呼んで一気に搬入すれば一番いいんですけど、まあ、これだけ場所があったとしても、まあやっぱりそれだけのものを置いとく場所がないんですよね。やっぱり地面につけるわけにはいかないんで、今怪しくテーブルの上に置いてますけど、はい。だから都度都度搬入になっちゃうと思うんですよね。トヨタでいうジャストインタイムみたいな。はい。まあですから、まあこの動画ちょっとね、皆さん見ていただいて、どの段階で何が必要かというのをちょっと見極めていただければ、私よりも効率的にできるのかなと思います。まあ、こんな感じで骨を作ってありますので、この上に板を張っていくという感じですね。はい。ではまずこいつを張っていきたいと思います。どうやるのがいいんだろうな。上はこんな感じですね。ここに19枚の板を貼っていくということになります。記念すべき1枚目がここですね。ここの幅は3m30でやってまして、この板も3m30で切ってもらってます。まあ多少のね、誤差あると思うんですけど、まあこの板はですね、屋根じゃないんですね。この上にもう一枚屋根材、ちょっとまだ決めかねてるんですけど、置くことになるんで、まあある意味これは下地ですね。ですからまあ見た目あんまり良くないですけど、まあ問題ないというか。固定されました。あとは、1本目できました。ふう。まあ、あとはここに合わせてやっていけばいいっていう感じですね。よしよし。この木なんですけど、まあ、ちょっと前回のよりも赤いの分かると思うんですけど、赤い方が芯材なんですよね。芯に近いというか、木
木ってこういうふうに伸びていくじゃないですか。で、まあ、外側と内側ですね。で、内側の方が赤いみたいなんですよね。で、こういう赤い芯材の方が、こう曲がったり、反ったりがしにくいと言われてます。これは多分ね、いい木だと思うんですよね。うん。まあ、これは結構いい木なんですけど、まあ、19枚買ったんでね、まあもういい木とそうでもない木があります。はい。なかなかね、一気に買うとそういうの選べないんで、ちょっとずつやってた方がいいでしょうね。はい。まあ後でちょっとダメな木紹介しますけど、ひとまずこの赤いやつは反りづらいんでいい木だと思います。じゃあこれを乗っけていきたいと思います。どうやって乗っけるのが一番楽なんだろうな。大丈夫か GoPro。 あいやー、はあ、大丈夫かな。自分がまず大丈夫かな。こっちは大丈夫、足も大丈夫。はい、使えるかどうかわかんないですけど、はあ、カメラを心配して自分がこけるっていう、イエス、よしよし、やり方は分かってきました。ちょっと怖いですけど、よいしょ、はい、今こういう感じで3枚1箇所ずつ止めました。ちょっと向こうに行って止めないと綺麗に貼れないですね。どうやってこう効率を高くするかですね。まあこの作業で一番気をつけないといけないのは、ここに乗って落ちることなんですよね。さっきこけちゃいましたけど、まあああいう事故があったら私は逆に良かったなって思うようにしてて、次の事故を防げると思うんですよね。小さい事故は本当にこの上に乗ってこけたらね、もう多分終了だと思うんで、先にこけて良かったかなっていう。はい、まあ本当はねこの上に乗って歩いていけば楽なんですけど、ちょっとまだ怖いので、向こう行きます。そりゃ無理だろう。さて、そろそろここの上に登っても大丈夫だと思うんですけど、自分の恐怖心だけですね。いけるかな。いや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 、ためらうなぁ。よいしょ。
し。ああ、おっかない。怖い怖い。一応こんな感じですね、景色は。まあこういうの気持ちの問題だと思うんですよね。怖いと思うから、そう、サーフボードだと思えば全然。ここ隙間空いてるんですけど、まあ木がねそもそもまっすぐじゃないんですよね。まあこの屋根の板なんですけど、これ最終じゃないんですよね。だからまあ強度が保てればここは問題ないです。ほぼできました、こんな感じで。うん、あと1枚ちょっとですね。ひとまず1枚貼ります。あとですね、屋根ができました。まあ屋根といっても屋根のこう構造材ですね。はい。この屋根板があることで、まあその上にね、まあ、防水のなんか材料をこう今後乗っけていくような感じになります。ね、初めはちょっとおっかなびっくり登ってたんですけど、まあ慣れるもんですよね。何が一番おっかなかったかって、こう自分が作ったこの小屋の屋根に乗るという誰も保証してくれない自己責任がやっぱり一番怖いですね。まあでも大丈夫でしたね。ちなみにここで揺らすとさらにがっつりしました。うん、だんだんとこう小屋として形ができたかなと思います。下から見るとこんな感じですね。3メートル30の厚さ21ミリの杉板をこうやって横に這わしています。まあ一見綺麗に見えますけど隙間だらけなんで雨が降ったら雨が持ってきます。だからまあこの杉板の上に何らかの防水の処理をしていかないといけないっていう感じですね。まあでも上が硬くなったんで建物としてはねかなり硬くなったと思います。でまあ次のね懸念としてはこの屋根板がですね、まあ風でそのまま飛んでってしまわないかというところになります。現在は端っこの一箇所でしか止めてないんで、ちょっとこの後、増し締めをしたいと思います。私が構造として期待しているのは、この90ミリのやつなんですね。だから、ひとまずここにガチガチと打っていく感じになるかなと思います。はい、屋根板貼り終わりました。うん。
まあ大丈夫そうですね。うん。さて、で、まあこの後はですね、この上に防水の屋根材をこう何かしらやっていくって感じですね。実はまだこの屋根材どうしようかなって思ってて、まあ今日ちょっとこの動画を見てまた考えたいと思います。はい、というところで今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。